今日は山梨県の韮崎市にやってまいりました。こちらの JR 韮崎駅も山梨県内で4番目に乗降客数が多い駅でございます。しかし人口はかなり少なく、約2万8000人、3万人に満たない規模でございます。今一斉にたくさんの方が降りてまいりました。こちらがホームでございます。こんな感じで多分あっちの方に行けば結構景色が良さそうな、そんな感じですね。なんか今日は天気も快晴でございまして、ご覧のように富士山がこんな感じで見えております。あちらの方には韮崎のシンボル平和観音がございます。山梨県韮崎市と言いますと結構有名な感じがしますけれども、意外と人口は少ないんですね。なんか多分ここら辺が昔の中心地、駅前でございますけれども、こんな感じで人通りはございません。ザ昭和な感じがしますよ、本当にこの雰囲気っていうのは。こんな感じであまり人通りはございませんけれども、早朝のラッシュ時間帯ということもあって、意外と JR 韮崎駅の利用客数は多かったような感じがいたしました。山梨県の中心市街地甲府市までこの韮崎からはわずか電車で12分だそうで、意外と甲府へ出勤される方などは結構意外と便利な街だと思います。そしてこの韮崎という町には昔甲州街道が走っておりまして、この町は宿場町として栄えました。こちらにあるのが韮崎塾本陣の跡でございます。甲州街道というのは昔江戸から山梨の甲府をつなぐものでございますけれども、その続きがありまして、甲府市からは長野県で中山道とつながっておりました。江戸甲府間が甲州街道の表街道として栄えたのに対して、甲府から先は裏街道として栄えていたのでございました。ということでこちらが甲州街道でございます。こんな感じで並木がありまして、結構綺麗な道になっております。韮崎市をちょっと旅しておりますと、昔の宿場町の場所が一番栄えている場所でございまして、その後にできました駅の方にはあまり商店がないような、そんなイメージがございます。こちらも甲州街道沿いにあります醤油屋さんでございます。これも古そうですね。なんか結構古そうなお店。こちらの甲州街道沿いからもあの平和観音が見えます。こんな感じですね。なんかいや結構すごいところですね、ここら辺は。おお、どうやらあの洞窟の中に入るみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。じゃあちょっと失礼します。大きな岩の中にこんな感じで洞窟が掘ってあって、結構涼しい、なんか面白いですね。なんかここら辺はこれから先ほど紹介した平和観音にちょっと近寄ってみたいと思います。
この辺はかなり街の中でも高台にございますんで、本当に眺めがいいですよね。なんか、ああ、そしたらやっと近づきましたね。なんか、こちらですね、平和観音っていうのは。いやー、本当に立派な観音様ですね。なんか、結構大きいですよ、これは。こんな感じでございます。そして非常に眺望がいいですね。なんか、山梨店内が一望という、そんな感じがいたします。こちらは韮崎駅の長いホームでございます。結構長いんですよ、これ。結構ありますね。こんな感じ。おお、すごいすごい。いや、ちょうど観音様の表面の方に太陽の光が当たって非常に白く輝いてとても綺麗。しかしこんなに眺望がいい場所だったら、なんか私の素人考えではお城とかを作ったらいいような、そんな感じがしますよね、ここら辺っていうのは。この町は釜無川という川と塩川という川に挟まれた町でございまして、町の形状としてとても細長いような、そんな感じになっておりまして、それが名前の由来でございます。野菜のニラに見えたから、そんなことからニラ崎となったそうでございます。これはすごいですよ。なんか山梨県に行きますと、周りが四方八方全部山っていうのはちょっと驚きますけれども、こんな感じで山に囲まれておりながら、やっぱり日本最高峰の富士山は特別でございます。こんな感じひょこっと見えるんですよ。なんか本当に高いとよくわかると思いますよ。こんな感じ、本当に綺麗。こちらの方角にあります川、見えますでしょうか。あそこら辺にありますのが、釜無川という川でございます。こちらの川は昔から暴れ川として有名でございまして、何度も氾濫を起こし山梨の農民を苦しめてまいりました。稲崎よりも、もう少し下流に行きますと、武田信玄が氾濫防止のために作った信玄堤というものがございます。先ほど降りました高台から釜無川を渡って移動してまいりました。こちらは幸福の小道というものでございます。ノーベル賞を受賞した大村聡博士の出身地が稲崎市ということを記念いたしまして、最近に使えたものだそうでございます。こんな感じで両端に桜でしょうか、桃でしょうか、花が咲いておりまして、そこを散歩コースみたいな、そんな感じでとても美しい風景ですね。なんかこれはいいな。ノーベル賞を受賞された大村博士の他にも、阪急グループや宝塚を作った小林一三などもこの稲崎の出身でございます。そしてこちらが釜無川、すごい雄大な風景ですね。なんかなんか思ったよりも結構水量ありますね。なんかさすが昔から暴れ川と言われただけあります。富士山をバックに釜無川でございます。これはいいですね。なんかは武田八幡神社といいまして、甲斐武田氏の熱き信仰を集めておりました非常に古いお社でございまして、こちらは武田八幡宮、山梨県の甲府市にあります神社は武田神社でございます。そちらの武田神社の方は昔の武田氏の筒が先館跡でございまして、武田神社、武田信玄が祀られている武田神社ができたのは明治大正になってからでございます。そのためもちろん武田信玄が熱く信仰したのはこの武田八幡宮でございました。
ちらの武田八幡宮は甲府にあります武田神社とは違いまして、観光客がたくさん来るような場所ではございません。しかしそれがかえって功を奏して、このような静謐な空気が流れている境内を堪能することができます。